はい、それでは始めさせていただきましょう。どうも皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ようこそ夢と魔法の王国東京ディズニーランドへ。僕たちは皆様に東京ディズニーランドの様々な魅力を紹介するためやってまいりました。ジップズームガイドツアーの3人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、東京ディズニーランド、本日クリスマスイブということで、もうたくさんの、ね、ゲストの方が訪れてくださって、もうとても嬉しい限りでございます。まあね、冬ならではの寒い季節となってまいりましたが、ワールドバザール比較的暖かいですから、ぜひともね、お買い物やね、お食事楽しんでいただければと思います。さてさて、東京ディズニーランド、ちなみにもうオープンしてから結構経ちましたが、今日も東京ディズニーランドでアトラクションに乗ってきたよという方いらっしゃいますか？はーい、1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、いっぱいありがとうございます。よかったよかった。そうそうそう、といってもまだ乗らっていらっしゃらない方もいるようなので、まず皆様に東京ディズニーランドにある全てのアトラクションを素敵な音楽と愉快なパントマイムでぐるりとご紹介させていただこうと思います。それでは参りましょう。東京ディズニーランドのアトラクションです。はい、参ります。フリーアキューのカリブの海賊ジャングルクルーズウスタンリボーテッドからの魅惑の地球ルームスイーツファミリーツリーハウスカントリーベアシアタービッグサンダーマウンテントムソーヤトイから蒸気船マークボーイング、はい、スプラッシュマウンテンからのビーバーブラザーズのカヌー探検ピーターパンソラを飛び白雪姫とシーンのコミとウーンテッドマンション空飛ぶダンボキャッスルカルーセルシンデレラのフェアリーティールホールにアリスのティーパーティーミッキーのフィルハーマジックピノキオの冒険旅行イッツアスモールワールドにプーさんのハニーハントロジャーラビットのカータースピンミニーの家ミッキーの家とミートミッキーチップとレーンのツリーハウスガジェットのゴーコースターウマルドのボートグーピーのピントとプレイハウスにトゥーパークピッチエンカウンターバーゼライトヤードアストロブラスタースペースマンデンスターツアーザアドベンチャーズコンティニュー、はい、そして最後の一つモンスターズリンクライダーアンドガムシャー。はーい、というわけで駆け足でぐるりとご紹介させていただきました。ありがとうございます。さてさてさて、クリスマスイブということで、11月から始めましたスペシャルイベントディズニークリスマスファンタジー、もうようやく本番にようやく入ったかなという雰囲気でございます。さあ、ここでスペシャルイベントディズニークリスマスファンタジーのね、お昼のメインイベントといえばクリスマス限定のパレード、ディズニークリスマスストーリーズでございましょう。こちらもね、初回が10時40分に行われたんですけれども、こちらちなみに見たよという方は、アトラクションよりも全然多いですね。ありがとうございます。なんとなく分かってきました。いや、嬉しい限りです。さあ、ここでディズニークリスマスストーリーズということですね。今年もクリスマスのストーリーにちなみまして、お話にちなんだフォトロケーション、例えばね、本だったりとか、そういうね、フォトロケーションやお着物造形やデザインなんかがね、いろんなところに東京ディズニーランド置かれております。ストーリーということで、ね、じゃあ我々もそれにちなんで何かできないかなと思いまして、数あるディズニーのね、作品があります。こちらから一つ何かね、ピックアップしてご紹介をさせていただけないかなと思います。本日はね、眠れる森の美女について皆様にご紹介をさせていただこうと思います。眠れる森の美女、皆さんちなみに見たことあるよという方、ありがとうございます。で、半分ぐらいの方はもう見てくださっているんでしょうか。ありがたいお話でございます。眠れる森の美女ですね、最初はなんと意外と評価が低かったんですよ。そこまで、ね、人気じゃなかったんですね。ただそれが再上映再上映を重ねていくにつれ、だんだん評価が高まって、で最終的には推しも推されるディズニーのプリンセスの代表の一人となりました。さあ、そんな眠れる森の美女のストーリー、皆様にご紹介させていただきたいと思います。あ、でもちなみに後ろの方大丈夫ですか？見えますか？よろしければ前列の方ちょっと寒い中本当にすいません。ありがとうございます。本当にありがとうございます。これしていただくと非常に心苦しいですけども、本当にありがとうございます。よろしければね、寒いと思いますね。どうぞね、なんかちょっと辛くなってきたと思ったら立ってこう膝ぐるぐるだったり伸脚とかしていただいて大丈夫ですから、できれば後ろの方にも見えやすいようにご配慮いただければと思います。ちなみにそちらの方はそちらで大丈夫ですか？見えますか？大丈夫ですか？ OK です、 OK です。さあ、それではご紹介させていただきましょう。こんな音楽あったなとか、こんなシーンあったなとか思い出していただければと思います。ご紹介させていただきましょう。眠れる森の美女のストーリーです。昔々ある王国で王女が
が生まれ、夜明けの光オーロラと名付けられました。オーロラは生まれた時からトレイの国のフィリップ王子との結婚が決められておりました。贈り物を持ってきたフィリップ王子はこの時初めて未来の花嫁の姿を知ることになりました。さあ、このお祝いのパーティーが開かれた席上で3人の妖精、ペローラ、フォーナー、それからメリーメザーがオーロラ姫に贈り物をします。フローラが美しさ、フォーナが綺麗な歌声をそれぞれオーロラ姫に贈り、最後にメリーウェザーが贈り物をしようとした時、突如お城の扉が開き風が吹き荒れました。魔女マレフィセントが現れたのです。マレフィセントはパーティーに招待されなかった腹いせにオーロラに魔法をかけます。よく聞くがいい皆の者、オーロラ姫は美しく優しい娘に育ち、あらゆる人から愛されるであろう。しかし16歳の誕生日の日が沈むまでに糸車の針に指を刺すだろう。そして死ぬ。マレフィセントは緑色の炎に包まれ去っていきます。マレフィセントの力は強すぎるため、妖精たちの力だけでは呪いを解くことができません。そこでまだ贈り物をしていなかったメリーウェザー、彼女がオーロラ姫に魔法をかけます。糸車の針で指を刺してしまっても死ぬのではなく、しばらくの間深い眠りにつくだけ。そして心から愛する人とのキスで呪いは解け、眠りから目覚めるのです。オーロラ姫がマレフィセントに見つからないようにブライアローズと名付け、森の奥でこっそりと育てることにしました。さあ、時は流れて16年後、オーロラ姫改めブライアローズだと思ってください。はい、彼女は16歳の誕生日を迎え、お城に戻る日がやってきました。さあ、一方この16年間オーロラ姫の姿を見つけられなかったマレフィセントは、このペスタの軍たちに、お前たち本当に国中を探したのかと問いかけます。するとこの軍たち誇らしげに、16年間にユリカゴを探していましたと言いました。ユリカゴお前たちは16年間ユリカゴだけを探していたんだねバカ者、愚か者、この役者だぞ。さあ、ローズは妖精たちに森でイチゴを摘んでくるように頼まれました。森でイチゴを摘みながら動物たちと歌を歌うローズ。婚約者同士だと知らないまま森の中で出会い、惹かれ合っていくのです。自分がオーロラ姫であり、すでに婚約者がいる身である。
ことを知らされてしまいます。愛する人と一緒にいられない運命にショックを受け、失意の中お城へと帰るオーロラ姫。一人塞ぎ込む彼女の前に魔女マレフィセントが現れました。そしてオーロラ姫はマレフィセントの緑色の炎に導かれるまま、糸車の針に指を刺し眠いについてしまいます。大事なお姫様はこの通りさ。一方妖精たちは森の中でフィリップ王子とオーロラ姫がすでに出会い愛し合っていたことを知り、急いで森の奥の家へと帰りました。しかしこの時すでに森の奥の家を訪れていたフィリップ王子は、どいぞ、待ち伏せしていたマレフィセントたちに捕まり魔の山へと連れ去られてしまいます。牢屋に鎖でつながれてしまうフィリップ王子。ここへ妖精たちが助けに来ます。はい、この後も夢と魔法の王国
またお会いしましょう。バイバイ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございました。前列の方立っていただいてありがとうございます。ちょっと膝と落ち膝とかつらいと思う、ぜひともステップとかしてグリグリとグリグリと回していただいて、全然大丈夫ですから。ありがとうございました。本当にありがとうございました。フローラ、フローラ、メルメザソーソーくっつくねーくっつくねーくっつくねー、すごい分だね。それではまたお会いしましょう。いってらっしゃい、バイバイ。いってらっしゃい。いやー、すごいすごいクリスマス感が出てすごくいいと思うよ。いってらっしゃい、バイバイ。